です、今日も朝やってません。本当にね、サボる癖がついちゃいましたよ。今日はですね、ウクライナの、大統領の人が1週間で3回ぐらい、暗殺未遂にあったみたいですね。まあ多分ロシア側は停戦協議本気でする気はなさそうですし、停戦協議やる前にもうすでに余計400人ぐらいウクライナ、キエフ市内にもう投入済み済みみたいです。まあ物騒な本当世の中になってきたかなと思います。だから日本も自衛隊とか公務員にお金たくさんないです。2015年ぐらいから政治活動を、始めています。今は無所属で落選中ですが、来年の地方選に向けて準備していこうかなと思っています。今日もニュースを、見ていたんですが、ウクライナの大統領も過去1週間で3回ぐらい暗殺未遂に遭っているということでした。本当に物騒な時代だったなと思っています。大前健一さんの記事によると、戦争をやる時代ではないということを、書かれてあるので、ロシアが戦争を止めようとしていると、日本もその今よりも経済の方も強くしておかないと、ますますリスクが高くなるのかなと思います。ベストを尽くしてこの少しでも、生活しやすいような、そういった社会を目指していきたいなとは思います。ロシアの方がヨーロッパで最大の原子力発電所を攻撃したということで、昨日からまた日本とかアメリカの株が、下がっています。ただ同じ下落でも日本の株の方が下がりが大きいかなと思うんですね。アメリカの方はボリンジャーバンドの真ん中ぐらいだったと思います。今日は休みなので動いてないと思いますが、日本の日経平均の方はボリンジャーバンドの下を、突き抜けていたので、かなり大きい下落で、過去25年間の経済成長率が、かなり低いというのと、世帯収入も20年前と比べると100万円以上下がっていますので、大きな深刻な問題だなと思いますね。で、毎年毎年税金を使っている浜松市と長野市の中学校の教員さんなので、学校で強いことが取り上げてしまいました。ただ死刑を受けた感じからすると中野の子供たちの自主性をかなり示したことがあったりしました。ということは海外だけでもかなり経済成長は難しいと思いますし、静岡県内の人口も来年に向けて、準備していこうかなと思います。
ます。まあ、さっきも言いましたけども、アメリカの方がね、はるかに経済的な成長率が高いですよね。日本とアメリカの違いというのは、まあ、おそらくイノベーション能力と、人口増加ということで、この2つが、ね、大きな差につながっていきます。ですので、頑張って、頑張って、資産も、ね、増やしていきますので、よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。Guys, thank you for watching. Stay tuned. See you there. Bye. Johnny.